ね、今日。今日イブです。うん。イブイブは？イブイブは昨日でした。イブ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 は？ケツにできるのは？ケツの？ケツにお尻の穴にできるのは？クリスマスイボ。ああ最高やな。最高。クリスマスイボ。イボボッチ。そうですね。イボボッチ。イボボッチやな。イブイブボッチ。イブイブボッチ。イブイブイブボッチ。ええな。なんかダイダラボッチみたいな。ダイダラボッチ。あれ何なんですかね。何を？皆さんイブイブぐらいから送ってくる女の子って何ですか？それは俺6時からちょっと読めへんわ。ほんまに何なんだって分かってるやろ。ヒカルは、いや、ほんまに分からなくて、うん、何なんですかね。だから表と裏、白と黒、そして悪と天使で例えたら、天使で例えたら、白で例えたら、光で例えたら、寂しいから、あ、一緒にいろって言ってるの、うん、な、そして悪魔で言うたら、な、悪いやつで言うたら、したたかな女だから、な、かすだから、プレゼントちょうだいなって言ってる。あそこですわ。なるほど。なるほど。それで、ね、で、私は、ね、前後3日、前後3日は、前後3日は、受付してるねんっていう、カスな女が思ってるみたいな。そうなんですか。で、人生で言うたら俺これほんまにカスや思うよ俺。いやでも、もうその誕生日に関してはそんなことないんですよ。おるな、その受付。誕生日に関しては前後半年の受付。おるな、俺ちょうどピンポイントだ。お前、あの半年の意味が俺、1年ずつずっとやん。そうそういうことやろ。無視しました。無視っていうか、ちょっとやっぱ光も優しいから、ちょっと声かけてあるね。それを言うてたら友達なくすぜって、余計になるほどね、うん、同性異性から信頼なくすぜって。確かに言ってくれる人いいんだなっていう。そうやんか、寂しいねんな、そういう人だもんな。寂しいから逆にそういう風に言ってやんねん。もう心でギュッてやんねん。俺はお金は使わへんけども心は使ってやるぜって言うてギュッてないな。これかっこいいやろ。うわぁ、そうしよう、これでいいと思う。ただやっぱりそういう人はやっぱみんなにそれ言ってるからな。そうなんですよな。あと SNS でも、まあ、言うたら、まあ、特に言うはインスタな、はい、インスタで私誕生日、そう何日を迎えようとしてますとかな、うん、もう多分誰が釣れるかなぐらいの感じですよ。そうやろな。ギューってこう餌をちょっとしたらな、餌はでもそれで釣れたらどんどんやしな。女っていいな。でも男はアホやからな、やっぱり鼻の下伸ばして、うん、ちょっとでも午前だなと思ってやると思う。そうですね、会いたいなとか。そんなの黙らないぞとか。いや、ヒカルはそこでだから今のように今のことをヒントにして自分が思わへんことを言ってやってみた。下顎が上に刺さるぐらいのこと、うん、なるほど。そういうことやか。もう表もいいのに言ってやるのね、うん、それ面白いですね。おもろいね。もしくは一緒のこと言うたらいいね。あ、一緒のことな。イブイブイブ。おうおう。でも松沢には大体質だから何も会いたいとか言ってこないじゃないですか、うん、なあ、うん、いやだから教えてください。今はあ、皆さん教えてあげて。ほんまにヒカルちゃんに、うん、頑張りな。人生の上でそんなに切れてるな。そうです、うん。だから俺はそのリスクを回避して、あえて誰もいい日のクリスマスは一人、ほんまにクリぼっち。あ、ほんまにそう。ヒカルは断れる立場で、これ一言言うね。ヒカルは選べる立場や。断れる立場。俺なんかもう、誰も来てくれへん。な、選べる以前に、断れる以前に選べない。向こうが選んだはん。で、選んだ結果、誰にも来てない。いや。そういうことやん。サヘオさんは別に、うん、誘導しようともしてなかったんですね。その別にもうただただ面倒くさいっていうことで。いや、今日買い物とかいっぱいあんで、俺貸し好き買いに行く。だその貸し好きな。そうもういっぱい、もういろんなことだな。自分のことでいっぱいいっぱい。ただでもできる男っていうのは、はい、いっぱいいっぱいの中でも時間作って、まあ、なあと女の子にやってやると。その代わりほんならアフタークリスマスってあんねんねって言って、あちょっとほっぺた口をしたんだよ、ね、でな、
プレゼントのこと名前言おうとしたらまたプッチュッてやったんで言おうとしたらチュッてやったんで言わせへん最後までこれがクリスマスプレゼントであるでもよく年には捨てられる、うん、ええやん男は捨てられた数ほど強くなんねんかあの日の夜があの日の朝が俺を強くしたと思ったらいいんちゃうノーペインノーゲインそういうことそれがやっぱり自分のなやっぱ経験値だそれこれも臓器のしな吹いて牛乳こぼしたやつでこう吹いてこの臓器絞ったようなものボロカスのように捨てられたことがあるねただその日が俺を強くしよったやっぱりいいね、うん、何クソと思って、ね、何クソ思った悔しさがあるっていう、うん、あれ俺こんな独り言気に入ったと思ってな20分だけ悩んだ俺何日とか違う20分だけ、うん、強いですね、うん、だって人間やで相手俺も人間ヒカルも人間や対人間に対して悩むことってないで悩むことはないだからしてないから依存したい依存してみたいその依存しひんことが悩みやってたもう思わへんそれがいいと思ってさあ、本当に世の一番と言われるぐらいの人ですよほとんどの人依存するかっていうとは人と人っていうのはなこうなってるやん立ってるやんかこれがこう人ここ傾くからこれ人っちゅうのだから寄り添い傾きなこのなんていうのだから人っちゅうなだからこうぐわーってこう開いたらこうなどうなのこれ自立というあ自立かいいな自立いいな自立支援やな自立支援金ですよ、うん、結構お金なんですよ結局お金やろ結局お金です世の中お金じゃないのよお金じゃないのよって言ってる人ほどお金ないあ、お金全てお金にそういう人も依存してるんだまあなお金なんかな後からついてこんねんそんなまあそういうことですよね後からなったらついてこんねんお金を負う人は焦ってる人に余裕がないでお金を握っていくねでも研究結果で、うん自立してる人って結局、うん、依存先がいっぱいあるだけの人ですよねあ、そうなのここだけってしてなくて、うん、ここにも依存してるから浅く広く依存してるみたいな状態のことをなるほどな自立してるっていう、うん、それもまだいいな戦略的になそうか保険として一人あなただけってやっちゃったらもしこの人が、うん、浮気しました、うん、この人がもしあなたのこと好きじゃないって言ってましたじゃあもう一気に崩れそうじゃん、うん、人やとしたらまあなでも女の場合はそれで次々いるやろ男はな、うん、男の場合は今こうゼラあのなんていうのとジメジメしてるとこあるから、うん、まだ進んでへんねんなこれが意外と男の方がねそうやなあよほんまにそのいい男っていうのは、うんやっぱり女の依存先を見るとも分かると思いますよ、うん、まあそんなに一個ダメになってか全部潰れちゃうような男はやっぱり雑魚っすね雑魚やな雑魚キャラやな雑魚スライムやな雑魚男子ですね雑魚オスって足上げもう一回足上げほいほいほい全然何回でも何回でも何回でもすげえなおすげえうんすげえちょっとプロはちゃうなあ持ってるからいやあそれが全然ちゃうなそれが全然ちゃうほんまに全然ちゃうマラのかいで雑魚オスな雑魚オスいや女はほんまになキープっていっぱい作ってんだよ、まあ、そう女性は知ってるもん、まあ、そうだねでも中にはなやっぱりこう一途な人もいるしなやっぱりまあねもう一途な人でもやっぱり一人ぐらいいますよ、うん、キープするかまあいるわな、はい、いるな、まあ、どんな一途まあな、うん、世の中に
強い男はいない、弱い女はいない、女は愛嬌、男は、うん、ね、そう、オカマはオカマは何でしたっけ、毎日言ってるけど、ラッキョウや、まあ、ラッキョウでしたっけ、ラッキョウやな、ラッキョウみたいな頭したでしょ、おったな、ここにオカマみたいな、オカマみたいって言うとオカマやけど、言いましたね、老期には行くわ、弁護士行くわ、警察行くわ、全部蹴られてな、フルコンボ、フルコンボや、なんであんなことできるのか、ほんまに面白いわ、ほんまに自分ではこれに、そうそうそう、自分ではよこれに、ヒカルラに電話するときは便剤聞いてな、アルコール聞いて電話する、次の日絶対効果出ると思うね、あー電話しろわーってな、僕と一緒ですだろ、男女はそういうもんや、やっぱりな、何者だからですよね、クリスマス、クリスマス、5月に、まあな、やっぱりある程度年齢いったらそうなるんですかね、そう、でも女性はやっぱり何歳になってもそうですよ、ね、クリスマス、クリスマスみたいな、やっぱりそのやっぱドラマティックなとこもあるしな、女性は、ただ自分はやっぱりヒロインやから、うん、クリスマスっていうこのイベントに対しての自分のこの価値観とステータスを求めるわけやん、どんだけ集まるかどうか、うん、その俺が認証とか言うたけど、ヒカルがちゃんと言ってくれた承認欲求やな、はいはい、うん、なるほど、誘われたいです、そういうことやな、行くか行かんか別として、うん、選ばれたい、私には価値があるのに、でもそう思ってる人間は価値がないしな、価値っていうのは自分で決めるんじゃなくて人から決めてもらうんだよな、他人の評価、そうやね、ええー、ね、自分の評価っていうのは自分の心の中だけやな、そうそうそう、それも底辺でいいんちゃう、考えてるの自分はそうや、ただだからそれを人に出したり強要したらな、したらそれだけ返ってくるし、変なことがな、まあ自分をな、グーラーズみたいなこうビヨーッって見んでもいいけど、こう客観的に2メーターぐらいから自分見たら分かるやん、ああどうなんかなんか、そしてクリスマスっていうのはまあな、あの日本の行事じゃないやん、まあ言うたらな、まあ、こうとイエス・キリスト様とマリア様、何だっけ、何だか、そんな感じだから、イエス・キリスト様の誕生日、そうですね、うん、やけどもなんていうの、要は一人か一人じゃないかっていうのは人のせいじゃなくても全てのうち自分のせいやんか、お前、ね、クリスマスに一人なのかどうなのか、ただそれが良しとしたことが悪いことっていうのは自分が決めることだってな、ステータスでも何でもない、自分のやった結果、自分の行いの結果が今のクリスマスっていうのを言い訳にして、今の現実っていうのは今の現実を作ったのは自分やねんな、それはクリスマスに限らずそうですね、そうやな、今日一番暑いとこっていうのはラブホテルかな、今日は南インターでしょ、南インター、東インターあかんの、いや、まあでもそこら辺じゃないですか、まあな、で今日ちょっと高いんだよね、料金、いやいいですね、ヒカル、よく考えて、中学の時どうやったっけ、クリスマス、どんなやったっけ、中学、いやちょっと意識してましたね、でも、あ、そうやな、やっぱな、高校生ぐらいの時は、おうおうおう、そうやな、20歳までやっぱ意識してました、ね、おうおうおう、それ以降そうやな、俺ちょっと自慢じゃないけど、常に女がおって、はい、整理券配ってるぐらい、はいはいはい、なるほど、それはみたいなクリスマスに僕と過ごせますよっていう、あ、なるほど、整理券いいっすね、100枚作って100枚余ったとか、予約してたら作っただけ、この前のヒカルクリスマスケーキの年齢覚えてる、はい、あれはこれはちょっと言うたらあかんね、あ、ちょっと僕はそれこそずっと嫌われるから、これはもう赤バンされるんで、うん、そうやな、赤版と女性版されんな、女性版されますね、女性版されるそうだと思います、ああそうやな、今日がな、あれやもんな、今日がイブか、でもイブでももうあれですかね、もう落ち方で言うたらイブでももう結構正直ギリギリです、まあな、ギリギリっていうかもうギリ、ギリやな、ケーキな、ケーキやな、明日だったらどうなの、明日だったらもう売ってまえやろ、早う売ってまえ、消すちゃう、ね、
売れ残り大戦、売れ残り大戦、ダンピング、うんうん、もう 50% から次 70% オフ、うん、最後は最終的に 90% もうただでもいらんよね化け物みたいなあ、そう思ったら怖いな。そうですよ、26日になったら、なっちゃったらね、なあ、もう待機証明やな、26ももういらんのかな、ケーキがな、これちょっと今日はちょっと無理だけど、これ今まではちょっと溜まってんのあるけど、うん、今ちょっと臭かったな、あのあれちょっと頑張って平気で、これ早上げないからな、クリスマスのやつな、ちょっと、ああ、うん、今な、うん、前にしてたから外の空気めっちゃ臭かったな今。あ、そうなの、ヒカルがおならしたんかな、なるほど、しならが出たんかな、微妙にでもおならの匂いでもなかったっすよね、なんかな、人が死んだ時の匂い、メタンガス、そうそうそう、だからメタンハイドレート、そうか、うん、今日がやっぱ日本で一番セックスする日って言いますもんね、セックス世界で、うん、だから精子っていうのは1回に出るのは何億匹やんか、うん、だからこれ全員足したらこれ今64億人ちゃうわ、63億人今世界、まあ63と仮定して63億人かける、まあ、1億匹1億匹、そう、もう計算できないよ、もうそんなぐらいやな、天文学的に、あ、それが世の中に待ってるんだけど、いいですね、いや、行こうかな、うん、一人で、ええやん、一人で見に行こうかな、どんなやつが入ってるええな、それでは本日もご安全にクリボッチ、メリークリスマス、サンタさん何食べましたか、はい